今日マスカラしてないです。アイライン引いて、なんだっけ、アイシャドウ塗りました。なんでこんな前髪が、ここ凝ってる。あ、ギフト読ませさせていただきますね。かわいいと勇気のハンマーとセンス、あとおめでとう、かわいいかわいい、ありがとうございます。そしてタコ、ありがとうございます。たこ焼き30個ありがとうございます。キト、あとはキトかわいいと勇気のハンマー、たくさんありがとうございます。すごい勇気のハンマーありがとうございます。久しぶりにメイクしましたね。あ、勇気のハンマーありがとうございます。勇気のハンマーありがとう。アイスナミ、あ、キーありがとうございます。アイスナミありがとう。アイスのみありがとうございます。あとミラーボールありがとうございます。ナイジャージ持ってる、嬉しい、お揃いじゃん。青が好き、青、寒色系、水色、青好きですね。なんかさ、この色だとさ、すごいなんか紫っぽい青みたいになるけど、ここからここはね、なんかすごい淡い青なんですよね。なんだろう、配置のなんかさ、かわいい、ありがとう。配信チーム B のジャージ持ってないの？持ってないです欲しいです、私も欲しい、あのジャージ。すごいね、服変わるだけでめっちゃコメントが、服のコメントでいっぱい持ってないんですよね、ジャージ、あんまり。
私、家にいるときはジャージが多いの。日本パジャマです。最近寒いので、もうモコモコのものをずっと着てます。今日はジャージにしたけど、いや、運動しようと思って。ガルの声も大好き。嬉しい。私、声褒められること一番多分嬉しい。声ってだって生まれてさ、ずっと、なんだろう。いや、もう嬉しい。ありがとう。これからも声を届けます。聞いてね。ありがとうございます。声の仕事したいです、私。ありがとう。いえいえ。声。くらじ。みんなで見に来ました。ありがとうございます。嬉しい。でもさ、声のお仕事したいって言ってたじゃないですか。でね、せいちゃんのね、ふくらじに出演させていただいて、ね、せいちゃんがね、書いてくださった、書いた、ね、リーディングドラマでね、なんか、表現することができてすごく楽しかったし、叶えられたなと思って、嬉しかった。突然のニャハンが面白い。突然のニャハンがさ、面白い。面白い。勇気のハンマーありがとうございます。
そういえば、今日久しぶりにドボンやりました。自分がね、6位ぐらいに下がってた。日本の方がすごい、この数日間ですごく、いや、もうすごくびっくりしました。そう、数日間ちょっとモチベーションが モチベーションが、なんか毎月やっぱたくさんやってきたのもあったし、私でなんかね、気持ちと行動がなんかうまく、なんかね、バランスが良くなくて。ちょっと数日間お休みしてました、ドボン。では今日久しぶりにやって、いや21時頃ちょっと久しぶりにやろうかなと思ってます。あ、ゆきのハンマーありがとうございます。ね、私がそのやってない間、まあ、頑張ってね、応援してくださっているファンの皆さんには本当に感謝してます。ありがとうございます。だけどなんだろうな、なんか、桃鉄にしか興味ないみたいな。鉄やってるんだろうなみたいな、なんかなんだろうな、なんかその数日間でそう決められちゃった、なんだろうな、そのやってない、本当に私数日間しかやってないんですよ。あ、や、あ、休んでた時間、そう、ほんと数日間休んでて、その何、なんだろうな、そう言われたのはちょっと悲しかったです。毎月私はすごく、なんかそのさ、数日間で全てを決められたようなさ、なんだろう。そう、すごく悲しかった。私だってやりたいゲームありますよ、いろいろ。ドボンも大好きだよ。あ、溶けたアイスクリームありがとうございます。あと勇気のハンマーもありがとう。たくさん。これいつまでなんだろう。勇気のハンマーって名付けたんですけど、勇気のハンマーこれいつまでなんだろう。これも期間限定なのかな。溶けたアイスクリーム。これはずっと変わらないですね。あ、勇気のハンマー ありがとうございます。まあ、ここのルームでは勇気のハンマーなんですけど、20日まで。おお。あ、勇気のハンマー。勇気のハンマー ありがとう。あ、勇気のハンマー。
ユキのハンマー、ユキのハンマーだ。いや、私最近すごく、夜とかめっちゃ脂っこいものとか、まあ、揚げ物を結構食べてるんですけど、顔についてますかついてないですか？ちょっとファンの皆さん、ちょっと私のこの12月の頃と比べてどう思いますか？変わらない？変わる？そんな数日で変わらないか？なんか自分はさ、こうやっぱ自分を毎日こう見るじゃないですか。で、最近ずっとマスクでさ配信してたから、なんかね、変わってない。いや、でも本当にファンの方の意見って本当にわかる。そう、私ね、研究生の時となんかそう丸くなってた、いろいろついてた時にファンの方が「よかった太った」みたいな。そう、だからファンの方の意見は本当なんだなという。だから今ちょっと聞いてみた。本当に最近食べ過ぎててやばい。いろいろついてた。もしついたなと思ったら、言ってください。私は足と顔に多分つきやすいタイプかな。でも10代の頃の方がやっぱりつきやすかったのかな。どうなんだろうね。でもまあ、ファンの皆さんは正直にね、伝えてくださったら嬉しいです。推しだからとかじゃなく素直に言ってください。自分で体重測った方が確実。でも体重全く測ってないですね、私最近。なんか体重よりも見た目なんかなと思って、筋肉の重さとかありそう。そう、最近筋トレも始めて。
体重が増えてなくても太って見えるときあるからね。あるある、むくんでるときとか。だって顔がさ、むくんでたらやっぱさ、ちょっとすっきり見えないなみたいな。なんかちょっと今日なんかむくみは結構あります、女の子は。あると思う。 まあ一番見える部分はやっぱ顔だよね。確かにカメラとかね。まあでもね、やっぱりこう自己管理というか、そういうのはね、やっぱ意識はちゃんと大事に持ってね、ずっと大事なことだと思うんで。そういう管理がさ、解散は後に変化出やすい。わー、わかる。笑った時とか横からとかね、わかるわかるわかる。え、すごい、いい当ててる。怖い。私本当に顎に出やすい。でも今は昔の方がやっぱ丸かったかもね。ここが結構ね。でも、ね。今大丈夫、前と変わってない。あ、よかった。昔、あ、そっか、確かに昔あるかもね。公園の映像とかで、オンデマとかね、そうだよね、喋ってる時とか結構出やすいですよね、私は特に MC とか。私骨格で結構右の方がシュッとしてるんですよね。でも矯正し始めて左もちょっとマシになってきたんですけど、歯がこっちの方がね、ずれてて右の方がスッキリしてるんですよね。ここが左ちょっと出てる。まあ矯正も始めてちょっとは綺麗になったかな、顎の位置とか。あと整体とかもね、まめに行くようにしました。食べ物を噛むのも左側でじゃない。そう、左側が多分無意識ですごく多くて、もう今はずっと右側で噛んでます。だからこっちの筋肉多分使ってないね、全然。あと、その歯列矯正でマウスピースを使うことによって、その噛み、なんか寝てる間のその噛み癖とか、食いしばり?歯の?そう。が多分軽減されたと思う。力みたいなの。あ、もう、そう、マウスピースずっとつけてるので。だからここら辺のね、多分ね、筋肉がちょっと弱まったのかなって思う。ね。去年よりも多分顔はシュッとしたねっていうのは言ったかな。どうなんだろう。歯ぎしりだ。そう、歯ぎしり。歯の噛み癖?そう。あ、今もマウスピースしてます。見せたくないけど。透明のね。ホワイトニングのジェルをつけてずっとやってます。え、でも本当に明らかにバランスは良くなりました。去年と比べたら。本当にもう幸せ。で、まだ、まあ、歯列矯正はまだまだ続けて、続けるので、
終わった頃にはちゃんとね、整った自分でいたいなと。やっててよかったね。簡単に指ハートしてドヤハート。うん、チラッチラッ。ご飯何食べた？ご飯はタルタルソースが乗ったチキンと唐揚げとサラダと、あと何だっけ、あ、ガーリックトースト、フランスパンをちっちゃく、あ、じゃカットしたもの6枚7枚ぐらい食べた。でアイス食べて、お菓子も食べた。食べすぎ。いやでもいいんですよ今日は。すげえ食うやん。いや私意外と食うんですよ。さっきいろいろ気にしてるって言ってたのに、なんなん。食べたいときは食べよう。はい。名言、私意外と食うんですよ。言葉遣い。私意外と食べるんですよが正解ですよね。なんかコメントでそう、食う、食うねみたいなの来たから、食うんですよって返しちゃった、そのまま。はい、くしゃみしどい、う、あ、やばい、あ、今くしゃみしたかも。今多分ね、呼吸、息でした。出そうだったけど呼吸でうんみたいな。やばい。そうですね、呼吸でくしゃみはできますね。だから苦手な食べ物なさそう。基本的にはないですね。まあでもパクチー、は苦手かも。そうだね。うん。パクチー。うん。にゃー。あ、アイスのみ。あとありがとう。あと拍手と馬。だるま、ありがとうございます。
わからない。初めてパクチーの料理を食べた時に、そのパクチーの量が多すぎたのかわからないんですけど、これパクチーを入れるだけでこんなにもパクチーの味しかしないんだっていう、なんだろう、やっぱその料理によると思うんですけど、なんでこんなにもパクチーの味しかしないんだろうってぐらいパクチーで、そう、そうだからね、そこからね、あんまり食べなくなりましたね。パクチーがあるだけでっていう、そう。だからね、そうだね。ねえ、でも体に良さそうな感じはあるよね。あ、ハート、ありがとう。これは HP だね。この3つのハートがさ、ゼルダを思い出す。この3つのハート、ゼルダを思い出すわ。最初だってハート3つだもんね。しかもこの横並びのこう、ハート。あ、あなたもありがとうございます。あ、回復、ありがとう。あ、は、あ、HP、ありがとうございます。あ、アイスのみ、ありがとう。カップヘッドもハート、確かに。カップヘッド、いいよね、あの世界観。ゼルダはスーファミかな、が初かも。あ、こんばん、ありがとう。あと、ゆきのママありがとう。キーのなんかあれ、ありがとう。そうですね、コンサート中止、めっちゃ残念でした。昨日触れなかったんですけど、あ、ツイッターではね、あの伝えさせていただいたんですけど、配信ではね、確かに話してなかった。いや、もうすごいたくさん毎日練習してきたので、私もね、あ、この曲でここのパートやらせてもらえるんだっていう、でもファンの方もすごく多分喜んでくれる曲があったんですよ。うん。だけどそれもね、なくなってしまったのはすごく残念でした。すごい、まあ、その曲が楽しみでした、私は。うん。そうですね、延期じゃなく中止だからね。うん。振り付けとかも新しく、そのオリジナル振りじゃなくて
そう、新しく振り付けを作ってくださったり、いや本当に楽しみだったんですよね。だからまあ中止は残念ですけど、やっぱりこうね、やっぱみんなが健康で、もう本当に、なんだろう、こういう、ね、いつかね、できたらなと思いますね。でも本当にね、もうやりたい曲あったんですよ。もう楽しみでし、もう本当に、本当に楽しみだった曲があったんですけど。まあ、今はね、こういう、状況っていうか、そうですね、落ち着いて、みんなが、ね、そうですね、で、まあ、みんな一人一人の行動、まあ、私もそうですけど、ちゃんと、対策、ちゃんと、守って、過ごしていきたいなと思います。とにかくそうですね。今。配信だったり、お家でできることをやっていて、待って、あれなっちゃった、また Wi-Fi 切れた？なんかコメント長いのやと心配しちゃう コメント長いので心配しちゃう。うまいな、ごめんなさい。分かった。桃鉄配信また見たい。私ももう一回桃鉄したいですね、みんなと。ゆうきのハンマーありがとう。木ありがとう。ありがとう。ドボンは21時からやる。でもちょっと、そうですね、今この配信も続けてやれたらやりたいなと思ってて、でもちょっと休憩したいよね、皆さん。
どうしよう。今ね、10時22分。あ、ゆうきのハンマーありがとう。あ、でも、21時からその時間合わせは多分しないでやらせていただきます。でも皆さんと話しながらコードボムやれたらなと思っているので、はい。でもね、イベントもまだまだ期間長いので、まだまだ長いのでね。テレビで見たいから頑張る。ありがとう。あのカラフルのフォーチュンクッキー CM 選抜のイベントの時のランキング10名のカードがゲットできるみたい。でも今月、今は横山さんとゆきりんさんのカードが手に入るらしくて、私のカードも存在しますよ。私撮影したもん。まあ多分 CM のその1位とか2位になら多分そう CM は多分見れないのかなと思うんですけど、そのカードは多分存在します。多分いつか。わからないけど。だからね、いつか1位か2位になって CM 流れる日、が来るといいなぁとは思ってるんですけど、ちなみにカードの動画はなんか CM の感想みたいな、なんだっけな、そう CM 自体は多分見えないよね。見れたのかな。私もね、最後に出てるね。あ、本当？じゃあ、ぜひ、ゆかるんカードが出るときは、皆さんぜひゲットしてください。すごく楽しい撮影でした。一人で、ソロの CM 撮影？そうしてきて、めっちゃ楽しかったし嬉しかったです。
CM 撮影はランキング10位まで、ね、みんな撮影しました。でもその1位と2位のメンバーはその地上で派手放送。でも私たちも撮影させていただけてびっくりしました。あ、そうなの？と思って。そう、だから撮影したものいつ放送されるんだろうとか、アプリ起動した時に私たちのって流れるのかなと思ってたんですけど、カードで見れるんですね。嬉しいですね、それは。勇気のハマ、ありがとうございます。本当にいい経験でした。でも結構キュンキュンするセリフっぽい CM そういう内容を入れつつドボンのなんか流れみたいな、いやー、嬉しかったですね。ちょっと恥ずかしかった。でもなんか私らしい感じの内容でした。私はね、お店？カフェ？カフェで撮影しました。私カフェの店員さん役でやったよ。皆さんお客さん側。もう簡単に言えるヒントはここまで。私はカフェの店員さんで、あ、カフェのね、来たの。店員さんみたいな格好して。で、そのお店もね、貸し切りというか、すごいおしゃれな雰囲気の中で撮影させていただいてたので。めっちゃ楽しかった。みんなから似合うねって言ってもらえて嬉しかった。エスプレッソ入りやしたとか言ってそう、言わないよ。言わないよ。でも確か、アイスコーヒーかな？アイスコーヒーをこう、持ってね。行きましたよ。まあ流れはちょっとお楽しみにって感じなんですけど。本当に楽しかったです。いや、一人でああいう撮影は初めてだったので、なんかその監督さんのアドバイスだったり、こういう動き方したら、ね、表情とかもそうですけど、勉強になりましたし。周り
そう、たくさんの方に見守られながら撮影をしました。でもやっぱり表現することがすごく好きなので、落ち着いてできましたね。安心してできました。メンバーはいない。メンバーはいなかった。私だけでした。みんなそうですね、一人一人撮影って感じ。エキストラの方もいらっしゃいました。そうですね。あ、ユギランもありがとう。かわいい、ありがとう。似合う、ありがとう。ありがとう。でも前髪切ったばっかりだったからめっちゃ短いかも。 ちょいと恥ずかしい。まあ私はいつになるんですかね。 私結構待ってるんですよ、スタンプとかも。私、結構やってるんですけどね、ドボンね。私、いつになるんですかね、スタンプ。圧。いつ来るかな。スタンプ来たらもっと多分モチベーション上がると思う。 自分のさ、スタンプを広げられるチャンスだし。 やばいね、ちょっと。でも早くゲットしたいです。まだかな。 圧。早く来てほしいですね。もし2班だったらどうする？いや、それ絶対ない。多分絶対ないですよ。2班を知ってるのはショールームだけ。まあ、ちなみにそのドボンの運営の方とか、そういうシャンプーのなんかそういう内容とかそういうのは話してないんですけど、多分2班はね、絶対ないよ。2班が来たらちょっと、なんか、驚く。 私ニャハンなんてショールームでしか行ってないもん。 ニャハン来たらどうしたの、本当。もうめっちゃびっくりしちゃう。あ、いい、ドボンの上さんに言わなくていいよ、ニャハンは。フリじゃない、フリじゃない。ニャハーンとかほんとちょっと恥ずかしい。
無意識で発言してた言葉だからさ、にゃはーはさ。溶けたアイスクリーム、ありがとう。メールしておきますな。じゃあもしね、ハーになったら、じゃあここの皆さんが動いてくれたってことですよね。うん、どれぐらいちょっと影響あるか、ちょっと反映されるかわかりませんが、まあちょっと私もスタンプはそうですね、早く欲しいなと思ってるので。溶けたアイスクリームありがとうございます。やばい、ドロースリーとか来てさニャハーンとか歌うさ、もうなんかやばっ。ニャハーはいいよ。煽ってるよ、本当に。よくない、よくない。いや、今日さ、対戦した時、煽られたわ、そういえば。ファンの方に。なんか、ドロースリーが回ってきて、6枚ぐらいかな。私、受け取ったんですよ。そしたら、ルンルンスタンプみたいな、なんか、音符出てるさ、みたいな。スタンプ押されて、うわ、煽ってんなーって思った。間違えて押しちゃったのかわからないんですけど、煽られたわ。喜んでるのがもうすごい伝わってきて。あ。溶けたアイスクリームありがとうございます。まあ怒ってはないんですけど、ああ怒ってるなーみたいな。知らん。切れてないです。メガネしてない、かわいい、嬉しい。テロップって大事ですか、やっぱり。わかんないけど。テロップって大事ですか？わかんないけど。じゃあ何書けばいい？今日のテロップは何書けばいいですか？みんなに求める。今日は何を書けばいい？ジャージ、
何これ、ジャージニャハン意味わかんないやば、もうニャハン入れてって、誰もうこれさ来た人びっくりしちゃうじゃん、ニャハンいらんよね何や、ありがとう。説明しなきゃいけないのかな、またニャハンって何ですか。でもあれでわかるか、なんか遅れる機能、なんだっけ、コメント、楽屋ネタ感ありすぎ。いや本当ですよね、もうこのショールーム毎日見てる方じゃないと伝わらない内容これ、ね、いやはんって何なるよね。じゃあ説明してください、ファンの皆さん、うん、ちょっともうコピペして貼ってくださいうん、ニャハンはユカルンが無意識に発言した言葉なので、そこまで気にしないでくださいみたいなあのファンの方にちょっともうそこはね、ちょっとコメントで流していただけたらなと思います。佐々木ゆかりの鳴き声です、ニャハン、それは宇宙、ニャハンはハピネスの別名。なんかちょっと待ってみんな一つになろうよって意見がごちゃごちゃしてる答えがないんだ、まあ、確かに答えはないです、無意識だからね、本当に私もわからないです、にゃはんで、ただうん、魂の叫びってこと、うん、魂の言葉です、無意識で言ってたからね、早く9時にならないかなロボン配信って書きたいちょっと今恥ずかしい、どうしよう、ちょっと休憩しようかな、5分前くらい、今46、あ、46だから、そうだね、ちょっと記念写真撮ろう、早いかまだ、これはね、いつも755にたまに載せないときもあるけどこっちの携帯だと撮れるんだよね、こっちの携帯ちょっと難しくて、うん、恥ずかしいな、なんか そう、ランキング10位に入ったね、ファンの方の、そう、入れて、消えるかな、消えた、そう、スクショするとここのね画面の下にね撮ったよっていう表示されて、
指が映ってる。あ、いいよ別に。もう映っちゃうの。もうどうして押す先に映っちゃうんだ。うん。ごめん。雑。雑。投げやりじゃない。いや別に。指はいいんだよって。ごめんなさい。いいよ別に新しい言葉いただきました。やばい、ごめんなさい本当に。自分別にそう。まあだってここのねファンの方が消え、あの別にね私のねここ私映ってるところがね指入ってただけだから別にいいかなと思って。うん。こっち来いように続く。指はいいんだよ。同じぐらい？本当に？同じくらい？ちょっとやばかった。ごめんなさい。うん、本当にでもいいんだよね。新たな名言ありがとう。やめて、恥ずかしい。佐々木だよも忘れずに。これ何の時だっけ？なんかファンの方が、なんだっけ？なんてコメントして佐々木だよって言ったんだっけ？あ、笹ツリーか。が笹ツリーって何って聞いて私が佐々木だよってね言ったんだよね。いやーもうあれはちょっとひどかったですね本当に。俺が聞いたやつや。ごめんね。うん。めっちゃ素だったのさ、最高だったって。小島だよと同じテンションだった？そうだよね。あ、溶けたアイスクリームありがとうございます。クリスマスの奇跡。うん、たまにねなんかこういうねちょっと自分でもびっくりしちゃうんですけどこういう部分が出てしまうっていうのは。たまに雑になっちゃうよね。
あ、待って、ランキング変わっちゃった？あ、変わったかも。じゃあちょっと、これでまた取り直そう。よっしゃ、あと1枚。のみ、ありがとう。あ、溶けたアイスクリーム、ありがとうございます。指入った？な、指はいいの。指はいいの。指はいいんだよ。めっちゃローなテンションで言っちゃった。あ、花束ありがとうございます。かわいい、ありがとやばいやばい。じゃあ、そろそろ、ちょっと休憩して、ドボン配信する。あ、ゆきのハンマありがとうございます。では、まあ、ちょっと9時過ぎくらい、9時、ぴったり始められたらいいなと思うんですけど。また、ちょっと5分休憩、5分くらい休憩さし、します。はい。また、マンチンしてます。バイバイ。ありがとうございました。切ります。バイバイ。お疲れ。ありがとう。またねー。